ある主がなぜ人を無視にするのか考えたことがある。ある主は皆目的のために作られて力を与えられる。だが人間は違う。何かを願い、何かを信じる心の力で限界を乗り越え、無限の力を手に入れる。その力を借りたと、ある主は武士を選ぶ。君たちは何を破る力を手にしているか。あとは使命を全うするのみ。拒めば全て無駄にです。悟空の犠牲も、グランパルスの犠牲も、だが神を呼び出せば必ずや世界は再生され、万物が神の許しを得て、世界は新たに生まれ変わる。さあ、ラグナロクとなり、私の光に満ち。やめてくれ。壊れた主に用はない。私がやる。オーファンは私がぶっ壊す。ラグナロク、世界を破滅に導く罪深い君、救済という名の罪を担うか。ああ、全部背負ってやる。ダメ、私は大丈夫だから誓いを忘れないで。悟空を守るって一緒に誓ったよ。そのずっと前に誓ってんだ。家族を守るってんだ。ファンク、こうするしかねえんだ。やめろ。どいてろ。やけ起こすんじゃねえよ。お前ら、バニラを傷つけてどうする。一人で背負うな。これが私の使命だ。邪魔すんなら。始まる。
世界を救え。今こそ怒りの火は来たれに。奇跡を起こすってか。認めてどうするんですか。確かに一度は絶望したさ。みんな、お前ら、ファルシゴナムの幻かもな。ファング、すまない、一人で背負わせてしまったな。また同じことを。ここに来るまでのことずっと思い返してたんです。そしたらその先が見えてきた。みんな楽しそうに笑ってたよ。セラも姉さんも新しいビジョン。こっちが死にかけてるのは無責任な希望だけどよ、背中を押さえた。お前もそこにいたんだ、ファン。だから最後まで一緒だ。
ルシの烙印。同じ使命を背負わされた印は、同じ運命に立ち向かう証。一緒に交わした誓いの証。ヒーローは不滅だ。さあ、国運を守るぞ。滅ぼす力なら救う力にだってなれる。あんたが最後に破滅を招くなら、僕たちが盾になればいい。みんなの夢を叶えてやろうぜ。